皆さんこんにちは、登山の YouTuber りょうじです。今ね、私どこにいるかというと熊本県阿蘇に来ております。ここはね、駐車場なんて言うんですかね、阿蘇火口ですかね。で本当はね、車でね、一番上の砂千里っていうところまで行けるんですけど、ちょっと今日はここから歩いていこうかなと思ってます。駐車場はね、めちゃくちゃ台数、止められます。細かくはね、テロップ入れておきます。こちらに烏帽子岳があるんですけれども、今回ね、目指したいのは、高岳、登っていこうと思います。ただいまの気温マイナス4度と結構寒いんですけれども、楽しく登っていこうと思います。楽しんでみてください。始まります。まずは火口方面のね、遊歩道をね、歩いていこうと思います。今回ね、コースタイム、今画面に載せてる通り、きつくないんです。結構ね、この山の上の方までね、駐車場があるので、散策気分でね、結構観光で砂千里だけ歩いていく方とかね、中岳の噴煙とか見てる方も多いと思うんで、よいしょ。今日ね、せっかくこんないい天気なんですけど、手持ちカメラがまさかの電池が切れそうなんで、ほぼフル iPhone という、撮影環境で、まあ、これはこれで楽しんでいこうと思います。まあ、逆に iPhone だけでね、 YouTube これだけ撮れますっていうのをね、まあ、そういう目線でも楽しんでいただけたらいいんじゃないかなと思います。ここからね、道路を歩いていきます。本当は車でも行けるところですけど、歩いていきます。ちなみにこの阿蘇のね、公園道路、河口のところまで行くと800円で普通車行けるみたいです。はい、まあ、観光でね、中岳のね、噴煙だけ見たい人はね、それで払っていただければ大丈夫です。こっちはい、4.7 キロです。少し手ぶれはあるんですけど許してください。こちらから進みます。今回登るのがね、イケちゃんで、阿蘇の案内人として今日ね、いろいろお話いただこうと思うんですけど、あれなんですか？あれ、烏帽子です。阿蘇は、阿蘇山ってあるんですか？阿蘇山はなくて、はい、木島だけ。ちょっと待って、木島が、右の、それね、あれ、烏帽子だけ。烏帽子だけ、はい、はい、今から行く中岳、高岳。高岳今見えます？今中岳も高岳も見えてない。多分今噴煙があるんで、あると。あと猫岳の、それで阿蘇五岳、はい、五岳、はい、っていうね、らしいです。じゃあ行きますか。行きましょう。今高岳ね、向かってるんですけど、結構平坦ですね。ちょっと登ってるぐらいかな、雰囲気。よいしょ。でやっぱ雰囲気がね、火山っぽくてね、地面もなんだろうね、これ岩の雰囲気とかがね、火山のとこにしかない雰囲気です。朝ね、あそこのちょっと遠いんですけど、わかりますかね、あそこから今歩いてきて、稜線ですかね、います。で、あそこが一番ね、近い駐車場で、あの中岳のね、火口を見学する人がね、観光では非常に多いです。で、今から、ピークで言うと南中岳、高岳っていう三座を、まあ、稜線伝いに歩いていく感じです。じゃあね、こっち進んでいきます。はい、一旦ね、結構登ったんですけど、ここから謎に下ります。下が砂千里ですね。よく火星みたいな雰囲気とかね、言われたりします。で、阿蘇はね、今も生きている活火山になりますので、現地のね、火山情報とかをね、しっかり確認して規制が入ったりしますので、まあ、今回噴煙がね、この区間を抜ける最中は、結構ね、息とかもきついと思うんで、まあ、口を隠しながら、あんまりね、長くいないようにしながら行こうと思います。今、砂千里ヶ浜着きました。ここです。火山灰に覆われたね、地形でね、まあ、日本百名山たくさんありますけど、あんまりこの景色は、ね、ないと思います。あるかな。まあ、帰り、そこのね、砂千里ヶ浜のとこ歩こうと思います。ちょっと今日噴煙が強くてね、稜線結構きつそうな感じがします。じゃあ進んでいきます。
次はこの壁みたいなねところを登っていくと稜線に出るんですけど、ちょっと怪しいですねこれは。ちょっと待ったらね、風向きが変わったのか、これだったらいけるかもですね。今約ね20分の登り、まあ、岩場っぽい感じなんですけど、手を使うような感じではないです、なかなかね高低差が伝わりづらいんですけど、今テロップで入れとくんですけど、約これぐらいの登りです。でもねちょっとなんか噴煙の感じ、ガスが残ってて口がまだイガイガするぐらいで、どうにか登れそうですね今は。はい、今登り切りました。20分ぐらいの区間とはいえ相当辛かったです。このエボシ岳もちっちゃく見えますね。今からね、あっち方面ですかね、に向かっていこうと思います。ここから稜線で少しアップダウンがある感じで、まあ、辛いところはもう越えた感じですかね。あれが噴煙ですね。雲くです。火山灰がね、直接してなんか灰色になってるので、なかなか見ないですよね。はい、今分岐まで来ました。目の前がね、猫岳です。真ん中に天狗岩っていうところで岩があります。横から見ると顔みたいに見えるらしいんですね。で、そっち方向ですね、高岳目指していこうと思います。一応南岳がこれかな。山ちゃん、南岳行く？あそこです。じゃあ軽く行っちゃいましょうか。南踏めるんだったら踏みたいよね。ここは雪が多いな。じゃあ南からの景色どんな感じかね、お届けします。何がすごい？いやー高いねやっぱピークだから。あ、噴煙もちょうど収まってよかったわ。動画1本まとめることができなかったんで、ちょっとね祖母山から見える景色、ちょっと阿蘇なんですけど見てください、こちらです。はい、綺麗です。しっかり祖母からもね、阿蘇が見えたっていう話でした。まだ先長いので、今南岳なんですけど、あの先にあるね、まずは中岳かな、標識見えますねちょうど。でこっちの高岳、阿蘇最高峰100名山登ってる人だったら多分ねこっちをねピークとして数えてると思います。じゃあ行きましょうか。それでは稜線の縦走を始めたいと思います。いやー阿蘇の五岳見ながら、周りは外輪山なので、ここだけちょっとね違った景色の雰囲気の稜線、なかなかないですね。100名山歩いてね、ここと似てるところを、まあ、上げるって言うんだったら、おそらく多分北海道の十勝岳が近いかなと思います。身近に行けるね、気軽に行ける山なんで、100名山最初のねスタートの段階でぜひね訪れてほしいです、旅行がてら。はい、火口が若干ね見えてきました。すごいね、もう噴煙は風向きも違うし大丈夫そうです。ぜひ来るときはね、風向きとか気をつけてください。規制で登れないなんてザラにあるんで。すごい雄大っすね、やっぱ最高だ。日本ね活火山たくさんまだあるんで、ぜひね、各市とか、火山情報とか出してますんで、しっかりそこは確認してください。御嶽とか、あとどこ、焼岳とか、あとどこだろう阿蘇でしょ、あとどこだろう、出てこないんですけどたくさんあります。浅間山ねとか、はい。
あっという間にね、もう中岳着きます。本当ね、稜線はね、天国ですね。ほぼ下ってもないし、登ってもないし、最高です。見るとやっぱなんかね、この芝生みたいな、あんまないですよね、これ。火山帯にあるやつなんですかね。ぜひコメントでね、これが何のあれなのか教えてほしいです。でも、あの上がね、中岳です。順調ですね。いや、じゃあ中岳ですよ。いやー、着きましたね。これ、阿蘇五岳のうちの一つだもんね。そうですね。どうですか、中岳からの景色は。千里ヶ浜ね。え、千里ヶ浜、あ、砂千里ね。あ、砂千里、はい。で、ここまで来るとね、やっと阿蘇に隠れてた九重が見えますね。一応本土だとね、一番高いのがあの九重連山です。ほら、すごい絶景です。日本百名山のね、阿蘇の最高地点行こうと思います。どうですか、はい、ほぼ iPhone 9割9分 iPhone 撮影なんですけど、手ぶれ大丈夫ですか。超手ぶれしないように頑張ってあげてください。です、よろしくください。今目の前に見えるのは高岳です。ちょっとアップ多めの稜線ですかね。行きます。これが最後、高岳の登りかな。まあちょっと踏み跡がいろんなところにあって分かりづらいんですけど、まあでも今登っててもね、若干の登りって感じだったんで、やっぱあの砂千里川の登りがね、今回一番きつかったかな。はい、阿蘇高岳着きました。標高が 1592m です。高岳です。じゃあ山頂から見える景色をね、ちょっと iPhone の映像にはなるんですけれども、お届けしようと思います。という感じで、阿蘇終わりでーす。はい、じゃあねー。ご視聴ありがとうございました。今ね、下山して、今砂千里歩いてます。ちょっとね、これ何っぽい？これ、なんすか？海？海、確かに海っぽいね。山なのに海な、絶景ご覧ください。こちらです。火山灰がね、砂浜みたいになってふかふかしてます。ここはなかなかないっすね。